15番までやってきました。1打差です。1打差しようかな。遊んでます。クラブどれにしようかな。クラブ選択難しい。このホール全然見えんもん。全然見えんもん。全然見えんもん。子供か。子供か。まあ300打っても多分池までは入らんから、仮にちょっと順番あれですけど打ちます。はい。長すぎさあ、間の地位が出るか。笑いよ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 。おお、いいドロー。内緒内緒。バンカーがあるかもな、そこ。大丈夫な。大丈夫大丈夫大丈夫。ありがとうございます。てか思ったのがさ、うん、これ使ってみて 70X やろ、うん、重い方がいいのかもしれないなんかすごい楽というか。いや絶対楽よ、だって勝手に振られるけど。なんかアイアンみたいな感覚で振れる気がした。ああそうやろ、うん、シャフトが軽いとなんか振りに行かんといけんっていう。あ、そうね。そう、振りに行く必要はないんやけど、ああなんかそうなっちゃうね。そうね、そうなっちゃうね。前辺がこのラインぐらいに出てったけん、ここのバンカーに、ね、入る可能性があるよ。ここバンカーか。バンカーです。バンカーっていう声が聞こえました。おバンカー、おバンカーです。バリ飛んどうよ。ああ残り120ぐらいじゃない。うわすごいな。170、5番持ってきたけどでかいかな。170、いつもは180で5番持つ、うん、その後クラブを。じゃあちょっと先に、うん、じゃあ2打目多分俺らがね先に打った方がいい。うん、よくない。ショーツめちゃくちゃおねえ出てしまった。よくない。めちゃくちゃ迷う。こういう時、こういう時が難しい。他人のクラブは。いやいやセンスよ。ショートしても OK。 うん、アプローチで狙い。5番アイアンです。ただライが悪すぎるこれ。うだうだ言うとります。やっぱやっぱ道具は使い切らんとこうなるってことやね。まあ、フェアウェイだ。フェアウェイだ。いやこれはあの技術とかじゃないのよ、これはもう。もう割り切って自分のスイングをいかにできるかっていうね。もうね、乗った乗ってないにね一喜一憂しちゃダメなんよ、もうこれはダメやね。すぐするけあれか。115ヤードぐらいじゃないかな。1から7ヤード入ってます。115の120、20ちょい、うん、P か Q かで迷っておりますが、うん、ピッチングで。ピッチングで風が上げてないんで。おーい、ただ若干打ち上げ入っとるのが気になるけど。
お、いいね、こういいんちゃう。ちょっと奥か、またこけてった。うーん、いいんだけどね。思ったより飛ぶんじゃない。いやいや飛ぶんじゃない。飛ぶんじゃない。よくさよくめちゃくちゃいいと思ったんやけどさっき。ここが難しいね。そうね、なんかすごい勉強になるわ。何がなんかすぐ対応できるようになりたいよね。理想を言えまあ自分のクラブ使っても対応できるか問題もあるけどな。まあそれギリ乗ってますけども遠いです。アプローチ、あのグリップは58度です。いや全然オッケー。うまっ、うまし、おめでとう。はい、お願いします。やばいぞ。失礼します。さあどう攻略するのでしょうか。来るよ、来る来る、ナイス。パーパッツ、ホールインワンパッドで来ました。めちゃくちゃ大事でございます。そんなんあるんや。パターゴルフしに来てた。うまい、ナイス。くそくそ、プルトゲプルトプルト絶対プルト絶対プルト絶対プルト、はいはいはい、ちょっと気合が入ってんだな、パッティングに。ちょっと計算します。少々お待ちを。ボギーやん、ボギーやん。1バンカー、うん、2がぶりました。あれパーパットやったんか。 3乗り4、5、6ダボです。やばいよ。とんでもないスコア出るぞこれ。パーです。ナイスパーです。よかな。まあまあ、よかな。よく出してないけんね。これはよかな。ペンペンが自滅してくれました。やばいぞ。急にガメつきが出たんで自分でボロボロになっております。やっぱ耐えるスポーツですから。そうよ、ミスを重ねないスポーツですから。あのバンカーでダフった後ね、そう乗せちゃろう、気合が入ったよね、あのピッチング、ね、確かにオーバーしたもん。だいぶオーバーした。いい当たりだったけどね。そう、それを踏まえてよ。踏まえてやね、踏まえて、16番ホール、134ヤードです。134、今ね3打差。ダボ叩いてもいいんですか。まあまあまあそうよ。まあそうよ。そうなんです。メンタルどう。まだ分からんけん。でもここ使わんけど、でもちゃんとキャラを守っとくところになる。営業妨害や。それやったら。そんな
ちょこちょこする、まあ、ちゃんと作っときましたからね。パッティングの時めっちゃ険しい顔してる葬式みたいなちゃんとキャラ守っておく。そうやろ、偉いわ。ちゃんとね、2、3週間前からお風呂で作ってきとおけ面白くせないかん、おうよ、面白くせないかんって。じゃあ、134、8番、じゃあ8番。風が結構来てるけど、ちょっと使われてもらってあ、いいよ、ちょっとチャンスチャンス、ね、X100 はね、粘るね。どうこう、コンモあ、こう、なんていうの、来てくれ。俺の中ではここでもここにあるつもりなんやけど、この辺におる、まだ全然帰ってきてない。帰ってきてない。昔使いよったんやけどなタイミングが全然違う。そう、これは全然、うん、ケース開いて入ってくる感じになる。そう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 、風強っ。まっすぐ向いとんバーディー、これはバーディー。ああ、あらららあらら、隣のコース行った。やろうな、ラフやし。そうそう、ちょっとラブウェイで行きます。はい、うまっ。うふベッチって本当溝って大事やん。大事よ。ペンペンが3打目か。ボロボロすぎるぞ。おかしいな、こんなはずじゃないこんなはずじゃないんだけど。ここさあ1、2、パーパット、やば。あ、ごめん、マークしてないわ。そんなとこまでさらしいです、らしいと言うておりますが、うまくない？ナイボ、ナイボです。これでまた行ったのね。やべえこれはやばいぞとんでもないぞボソって来た。ナイスパー、うまいね、ナイスパーどんだけ打ってるかわかんない。その辺、その辺。あベア、ベア。はい。うん、オッケー。いや、ちょっとそこまで未練やった。正面じゃなかったっけ。もう終わった。もう一勝ち。一勝ち。もう3ホール終わった。もう終わった。終わった。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、あのスコアまとめるどんだけ負けてるか、まとめてんだよ、まとめるどんだけ負けてるかをはっきりさせてほしい今じゃあ今じゃあスコア自分で入れて。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。